うわ。ちょっとルアーがでかすぎんのかな。でも出るは出たんで、あれ試してみようかな。サニーブロスの D4 の羽を取ったダイビングペンシルで使えるよっていうやつ。あ、ちょっと小粒になるからもういいんじゃないんじゃないっていう風に。多分食べてるベイトはすごい小さいそうなので、えたたたたたた、D4 のダイビング、あいい感じかも。おお、食った。おお、すげえ。一投目、わあ、バレた。すげえ。水柱立たなかったけど、一投目食ったよ。ダイビングした瞬間に食うのか、すげえ。あー、なんか今引き良さげだったんだけど、ちょっとドラグ強すぎたかな。ちょっと口切れした感じがあったから。あー、マジか。あー、重りを入れることによって結構水中に入っての切りもみで食わせるんだ。うわ、出た。よし、なった。 D4、 あ、バレた。よし、なったぞ。シーバス、はあ、エラーライすげえな。バレないよ、バレないよ。どうだ、釣れっか。おー、 D4 にすごいエラーだね。アベレージサイズよいしょ。おー、いい感じ、いい感じ。すごい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 、釣れた。水中に入ってすんごい 3D アクションしてる。水中でカン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 、これが釣れる肝みたい。よし、ヒットヒットヒット。ちょっと小ぶりかな。どうだどうだどうだ。よいしょ。はい、小ぶりだけど D4 に引き目きましたよね。おお、いいとこにかかってるな。ハーモニカ食いではないけど、釣れるダイビングペンシルですね。羽物2よりこっちの使い方の方から釣っちゃいそうだな。はい、じゃあこいつは逃がしてあげます。
でタックルですけども、先日入手した、D4 の、ね、ダイビングペンシルバージョンとレボービーストロケットにファンタジスタの組み合わせ、今ねボイル打ちしてるんですけども、回収が早いから次のチャンスに投げ込める、ね、この速さってのはいいなと。じゃあどんどん移ってきます。はい、というわけで釣り子 TV です。こんなタックルでね、釣りをしてみたんですけども、これね、サニーブロスから新しく出たですね D4 という羽物ルアーなんですけども、こんな感じのルアーね、お腹側にウェイトが貼ってあってっていうことで、ここにね、本来だったら羽がついていてね、小型のコンパクト羽物っていう感じで使ってねっていうことで、ちょうど6月の初めの頃にね発売開始されたルアーっていうことなんですけども、でこれね、こんな感じでダイビングペンシルモードすげえよく釣れますよってね聞いていたんですよ。ただね釣ったことなくて、と思って、でまあ本当動画の通りなんですけども、ふとしたタイミングでねボイルがすごい起こっていたので、あ、ダイビングペンシルとか効くかもな、なんていうことで投げてみたら、結構ね具合よく魚がヒットしてくれたっていうことで、こんな感じね、サニーブロスで、肝はですね、これ重りが貼ってあるんですけども、これ自分で貼ったんじゃなくて、サニーブロスの人がこんな感じのウェイト調整でいい感じで潜りますよっていうことで、貼ってくれたんですけどね、それでやってみたところ、動画でも説明してるんですけども、こう水中に入って水面直下を非常になんかバタ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 とね、こう切りもみするんですよね。まあ水中ドッグウォークみたいな感じ。それによって、結構ね、釣れたっていうことで、基本的にはくるくるバチっていう小さなバチがいっぱいいて、それを変色している感じで、ベイトフィッシュはね、目視してる限りでは少なめだったんで、まあそういう時ってこう、小さくね、細かく動くルアーに合わせていって、例えばジョイクロの70とかそういうので釣っていくと釣りやすいんですけども、まあ動き見ようかななんていう感じで投げたらね、これが非常に具合よくてですね、一気にお気に入りのルアーになってしまいました。であとでもう一つね肝なんですけども、これねアブのビーストロケットって非常にハイギアで、そんでもって糸巻き量多めだよっていう、こういったリールなんですけども、これでねボイル打ちしてみたところね、非常にね回収が早いので、次のなんか怪しいなっていうところに素早く打ち込むことができたっていうことで、で正直ねちょっと小さめのルアーとか使ってる時、あれ投げづれえなって思ったんですよね、以前に使った時に。で、あれこれちょっと出番少なくなるかもなと思いきやね、これぐらいの重さのルアーだったら、すんげー飛んでいくなっていうね。スプールが深くて、そんでちょっとね、まあ、最近の新しいリールとかよりも重めのスプールになっちゃうのかなっていうところで、結構ね、こういうやっぱり太い糸巻いて、ね、そんでハイギアでっていうことなんで、少し重めのルアーをねスコーンスコーンって投げる、そんな釣りにはね非常にね使いやすいなと思いました。で、バス釣りで使った時はちょっと回収のスピード早すぎかな、慣れんの時間かかるかなと思ったんですけども、ねボイル打ちとか、あと不意の次のキャストに素早く移りたいっていう時に、このちょっと早すぎかなっていうギア比が非常になんかねいい感じだなって、本当ハンドルくるくるくるってね巻くと、こうルアーが戻ってくるんで、でその次のキャストに素早く移行できるっていうことでね。でこの D4 のダイビングペンシルバージョン何グラムぐらいだったのかな、参考までにちょっと重さ測っておきたいと思うんですけども、ゼロ
25.6g って出ましたね。このウェイトも貼って 25.6g なんで、それぐらいのね、まあ、20g 前後のルアー、まあジグストとかでも例えば2分の1オンスにブルフラットなどのもう本体自体が重いねトレーラーをつけたら 20g 超えてくると思うので、そういったやつとかね、あとねスイムベイトだと7インチぐらいのものとかね、そんなやつはねすごい投げやすいなって感じました。でね回収が早いのでテンポよく打っていけるっていうね、そういう感じでね、アブビーストロケット、これもね、ああそっかこういう出しどころかっていう感じで徐々にね今ねお気に入りになってきております。でまあ竿の方はですね、これあのファンタジスタのレジスタランカーキラーの1ってやつですね、今ね2があるんでそれの前の1ってやつなんですけども、結構ねミディアムヘビーなんですけども、マイクロガイドがびっしり配置されていてね、こうね軽い、まあ、このリールまでつけるとね、まあ今の、まあ、最新鋭の超軽いっていうやつに比べたら重いのかもしれないんですけども、まあ、ここら辺のサイズのやつをテンポよく打っていく竿にしては長さにしては軽いっていう感じでね非常にお気に入りで使っているんですけども、この後ねまだしばらくシーバス釣り続けるね動画この後半に続いていくんですけども、ほとんどね抜き上げとかねだいたい50センチ前後のやつが釣れていたんですかね、どんどんやっていくんですけども、すごいね安心感があってグイーンとね曲げてグイーンと抜き上げていけるっていうところと、あとはその魚がかかった後の竿の曲がりがねすごい綺麗なんで、なんか結果バラシもありましたけども比較的ね釣り上げることもできたのかなっていうことで、まあタックルの方ではねこんな組み合わせで、で糸はねこれねフロロカーボンのシーガーのフロロマイスターですね、それの16ポンドライン、これをね、がっつり巻いて、でリーダーはつけずにね、16ポンド直結でこういう感じで操っておりますが、非常にねまあこのフロロカーボンラインを使うことによって少しね、糸の重さでよりダイビングさせて水中切りもみをさしてね、食わしていくっていうこういう展開になっておりますので、まあ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 そんな感じでね、まだまだねちょっとねしばらくね、あれこれやたら釣れるぞっていうことで、動画続きますんでね、もしお時間ある方はぜひ後半の方もご覧ください。レンチャンだな、 D4 入れ食いルアーだぞこれ。うおお、エラーライ、ド派手なエラーライをしてくれてます、イエーイ元気元気、あー鬼がかりしちゃったね、ごめんねごめんね、よいしょ、はーい、止まらなくなってきました、 D4 祭りかねえ、いやー逃がしてからの1投目でしたよ。こんな感じでねダイビングペンシルにして羽物を使っております。ちょっとね長いね、50センチは超えてきたかな、3匹目、イエイ、こんな感じでございます、イエイ、 D4 鈴木、まあまあ引き続きなんですけど、こういう感じでちょっとねダイビングするようにチューニングされた D4 なるルアーね、本来羽物なんですけども、羽を取って重りをつけてダイビングペンシルにして、よっと、ちょっとずれたか、ちょっとずれたか、食った、ずれたけど食った、よし、あーし、ういーいやーギュイーンと、おーいい引きね、ありがとうありがとう、
がっつりかかってる。よいしょよいしょ。はい、初夏の D4 祭りね。サイズは小ぶりだけどね、いっぱい釣れるとやっぱね面白いね。結構トップウォーターも投げてるんですけど、モロトップだとね食わないんでね、なんか水面直下で切りもみしてるとねたまらず食い上げる。もうちょっと魚がパニックぐらいになってくればトップウォーターでも釣れそうなんだけど、このダイビングペンシルの、まあ、トップなんだけどフロロカーボンでちょっと沈めて、で、なんか程よいレンジをにグググって入った時にね、ひったくっていく感じなんで、すげえな。ここね今ね水面直下20センチから30センチのところでこう 3D にダート刺してるんですけどね、切りもみって感じで、そうすると食うね。バッチってわけでもないのかな。結構こういうサイズ感変色してる時ってちょっと平たくしたりとか、ちょっとレンジ変えるとね途端に食わなくなったりするからね。この今のイナッコのサイズか、もしくは接岸味とか接岸してるのか、そういうのにこの D4 のサイズ感がぴったりなんでしょうね。でアブのロケット使ってるから、こうもういらなくなったらバーって巻いて次の食いそうなとこに素早く打ち込めるね。もうここら辺まで来たら回収しちゃって、そんで次のとこにスパンとね入れちゃう。水面に出してだとね出ない、見切るんですよね。こう水面でいわゆる普通のペンシルみたいにやってると追っても来ないんだけど、これをちょっと一個入れ込んで水中20-30センチでこうバン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 って切りもみダートさせると食うね。早くねバスでも使ってみたいですけどね、ボイル打ちとかで。おお、何追っかけてんだろうね。水面だと食わないんだよね、一個下なんだよね。だからストロークを取ってフロロカーボンラインをちょっと沈めて水中でこう水中に入れ出してもご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 動かしてると食うっていうね。いやまあ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 、ちょっとこんなチャンスねそうないから気合い入れて釣りにかかりますよ。頂点は70センチぐらいまで出そうなんだけどな。結構ね見てるとちっちゃい生後サイズもいっぱいボイルしているから、あんまりルアーのサイズ食わせにしちゃうとね、もうちょっと小さいアベレージになっちゃいそうなんで、とりあえずこの D4 ぐらいのこんぐらいのボリューム感が具合いいみたいなんで、もうしばらくですねこれで探っていきたいと思います。なんかのタイミングでスイッチが入る、静かな時全然釣れない。よし、食った。あ、バレた。やべやべやべ、バラしちゃった。まだやってる。
うお、カバチョって。水面だと飲んないんだよな。ダイビングさせて、追わせてだね。ここまで追わしちゃうとダメだから、ハイスピードで回収して入れ直すと。むずいけど楽しいな。まあそれ専用のね、リップレスミノーとかでももっと効率よく釣れるんだろうけど、なんかねこういうちょっと新しい感じのは上がりますよね。風向きが変わって、うわー、これもう入れ直したいときにこれすげーハイスピードで回収できるんですよね。そんでもう一回ってこういい感じで入れ直せる。ずっと出ると思って今ねズボって出てたんだけど、でピンポイントが過ぎたらもう鬼スピードで回収して、まあ絡まっちゃってるけど、比較的ノーマルギアのより早くまたいいとこに打ち直せるからチャンスを逃さない。釣りにかかりますよ。おお、食った。いやーもう餌だなこれ。なー、うわー、まあまあいいサイズなんだよな。ほほほ、ねえ D4、 おお外れた。いやー餌だねこれね。すんばらしい。あ、やばいやばい、重りが。このお腹の重り、最初はえって思ったけど、こんぐらいやっぱ水中で 3D ダートみたいにするのがいいんだろうな。すんばらしいね。よし、おお元気。さあ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 、 D4 ダイビングペンシルバージョン。さあ久しぶりね、ちょっとしばらく釣れてなかったんだけど、どうかなサイズは。ちょっとね竿が硬いし、あとハイギアなんで今ドラグを緩めにしてね、口切れしないようにやっております。多分フッコサイズだとは思うんだけどね、もう元気な初夏シーバスだから、おお、なんかぐる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 回って、結構ねここで無理しちゃうと、おお元気、無理しちゃうとね切れちゃったりとかもあるから、もうちょっとだけ強めるか。全然弱んない、元気だね。あ、ちょっとね口元のが外れて、ワッキーではないんだけどね、
はい、OK。 いやー釣れるねこれね、すごいわ。透明っぽい色ですけどね。あー透明ブラックとかあったらな、夜とかすげえ使いやすいな。速攻回収からのと思ったけど絡まっちゃってた。こっちだ、こっちでしょ。さあ D4 来るよ、くえ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 。よっしゃ、よし、おー、また引くな、これは元気だ。どうだ、サイズは。また脇がかりか。見えてこない。ですかね、D4。 いやー元気だな。後半から全然上がってこないんだよな。あーまた脇がかりだ。よいしょ、ありがとうありがとうありがとう。よいしょ、おっ、ピンチピンチ。よいしょ、よいしょ、ごめんよ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 。よいしょ、ほっ、よいしょ、D4。 はい、というわけで、後半もね、結構順調に釣れ続いてね、まあブラックバスで使ってみたいなって感じですね。亀山とかもね、もうボイルなんかも楽しい時期になってくると思いますので、で、まあ本来の使い方は羽物なので、羽物バージョンのね、この D4 もね、せっかく手に入れたので早く釣ってみたいなってね。まあ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 、こんな感じで現場でね、この羽パーツを外すことによって、まあね、このウェイト貼ったりとかあるかもしれないんですけども、なんだろう、ツーウェイにね使うことができる、サニーブロスの、D4 っていうねルアーなんで、ちょうどそうですね、6月5日頃から店頭に並び出すよなんていう風に言っていたので、まだね釣り具屋さんとか探すとね売ってるかもしれないので、で、またね、いろいろと新しい使い方発見したらご紹介していきますので、よろしくお願いいたします。というわけで、本日の釣り子 TV はこちら、サニーブロスから新しくね、発売された、D4、ね、羽物を、ダイビングペンシルにしたら、シーバスがめちゃくちゃ入れ食いになっちゃってって、こういった動画でした。はい、釣り子 TV でした。